中谷和真君。立憲民主党の中谷和真です。会派を代表して質問いたします。本法律案はマネーロンダリング、いわゆるマネロンの防止やテロ資金供与、拡散金融対策の国際的協調を推進する金融活動作業部会ファトフによる第4次対日相互審査の結果を踏まえて起案されました。世界的に日本はマネーロンダリングに甘い国という烙印を押されることはデメリットが多く、社会的公益の保護に必要な施策を講じることは急務です。マネロン全体の規模は世界の GDP の約 2% から 5%、 日本円にして117兆円から294兆円程度と推計されています。一方、近年の我が国における犯罪収益及び薬物犯罪収益として没収・追徴された人員と金額を法務省に尋ねたところ、令和2年は428人、約16億6900万円、令和3年は411人、約25億5900万円との報告をいただきました。また、組織的犯罪処罰法及び麻薬特例法に基づくマネロン事犯の検挙件数を警察庁に尋ねたところ、令和2年は600件、令和3年は632件と、過去最高を更新したとのことです。そこでまず、国家公安委員長に伺いますが、我が国において、マネロン事犯の検挙件数が過去最高を記録したことや、約25億5900万円の没収・追徴が行われたことを、どのように受け止め、対策を講じていく考えですか。見解を伺います。次に、第4次対日相互審査報告書への対応について伺います。日本はファトフの第4次相互審査で重点フォローアップ国に置かれ、この結果を踏まえ対策の強化に向け本法案が提出されました。そこで谷大臣に伺いますが、我が国は第5次審査では通常フォローアップ国を目指すという考えを持っていますか。またその際、改正法の施行により、法令の整備状況は国際基準に向けて改善されますが、法制度の有効性の観点など、さまざまな審査が行われることが想定される中で、我が国の評価が重点フォローアップ国から通常フォローアップ国に引き上げられる見通しはありますか。見解を伺います。さらに、マネロン対策等については、報告書に対応するだけではなく、今後も国際的な要請などを踏まえ、継続的に対策を続ける必要があります。現在は内閣官房のファトフ勧告関係法整備検討室で対応を行っていますが、本法案の成立後に、同室に相当する組織を引き続き存置する想定はありますか。見解を伺います。そして、本法案は4省庁6法案の一括法案として提出されていますが、マネロン対策等は政府全体で取り組むべき課題です。各省庁で施策の統一性を図る観点から、マネロン対策等に関わる法律を一本化する必要性をどのように考えていますか。見解を伺います。次に、テロ資金供与について伺います。報告書においては、40の管轄の中で唯一、NPO のテロ資金供与への悪用防止を求める事項が不履行、NC とされました。この状況を改善すべく、政府はマネロンテロ資金供与、拡散金融対策の推進に関する基本方針において、NPO のテロ資金供与リスクについて適切に評価を行い、リスクベースでモニタリングの実施とリスク及び対策の好事例を周知するとしています。なお、ファトフが
NPO と表している言葉の対象を、政策会議では特定非営利活動法人、公益法人、社会福祉法人、医療法人、学校法人、宗教法人と定めています。そこで谷大臣に伺いますが、政府はこれらの取り組みが NPO の悪用防止に対して効果的に作用し、勧告の評価が C の履行、もしくは LC のおおむね履行に改善される見通しがあると考えていますか。また NPO の悪用防止のためリスクの評価やモニタリング等の取り組みを法律上義務付けるなど、関係法令を改正するといった考えはありますか。見解を伺います。ルル、マネロン、テロ資金共有対策について伺いましたが、一方で規制とイノベーションのバランスも重要な視点です。人が想像できることは人が必ず実現できる、サイエンスフィクションの父ジュール・ベルヌの言葉ですが、実際に私たちの生活においても数十年前にこんな未来が来るかもと想像していた多くのことが実現をされています。例えばアニメドラえもんは近未来を想像しやすい物語ですが、 SF の秘密道具が現実世界でもそれらに近い形で実装されています。具体的には翻訳こんにゃくというどんな言葉でも操れるようになる道具は、ウェアラブル翻訳端末という形で実装され、個人で空を飛べる道具タケコプターは電動式の人乗りヘリコプターという形で実現されました。さすがにタイムマシンはできないだろうと思っていたら、メタバースとブロックチェーンの発展で実質的なタイムリープが体験できます。例えば過去の疑似体験として、戦国時代に本能寺の変で織田信長が死んでいなければどんな時代になっていたのかなど、フィクションストーリーのシミュレーションを行うことや、未来の予測として若者向けのベーシックインカム政策を導入したら、出生率、婚姻率、就業率、労働力率、自殺死亡率等にどのような変化があるのかなど、仮説検証を行うことが可能となります。ブロックチェーン技術を基盤とする Web3 に対しては、各国政府が国として取り組む姿勢を鮮明にしており、日本政府も Web3 の推進に向けた環境整備の検討を進めることを閣議決定しました。そこで谷大臣に伺いますが、政府は分散型自立組織 DAO に関する法整備や、ブロックチェーン技能に精通した起業家エンジニアの育成支援など、Web3 エコシステムの健全な発展に必要な具体策をどのように考え、国家戦略を策定、推進しようと考えているのか、お答えください。また、財務大臣に伺いますが、Web3 に関係する有力スタートアップ企業が海外に転出する原因となっている暗号資産に関する法人税制のあり方を改善する考えはありませんか。見解を伺います。次に、リスクベースアプローチの具体策について伺います。ファトフは、暗号資産に関連するリスクベースアプローチのガイダンスを改定し、ファトフ基準における暗号資産、暗号資産交換業者の定義を明確化、ステーブルコインに対するファトフ基準の適用など、6つの主要領域に焦点を当てた内容に更新しました。また、ファトフでは、ピアツーピア取引、非代替性トークン NFT、分散型金融 DeFi などを含め、暗号資産に関するモニタリングを継続していくとしています。これらの対応は、国家の安全保障上、不可欠な施策であり、暗号資産などの新しい金融が社会的に定着していく上でも必要な規制ですが、対応するためには事業者負担の増加が見込まれます。例えば、本法案では、リスク評価や実質的支配者情報の把握等を行うこととなるため、事業者負担が増加します。そこで、谷大臣に伺いますが、Web3 関係企業には、ベンチャー、スタートアップ企業が多く存在する現状を踏まえれば、政府は必要な規制を講じていく上で、事業者側へのサポートが必要だと考えますが、いかがですか。見解を伺います。次に、ステーブルコインについて伺います。本法案においては、ステーブルコインについて、居住者、非居住者間の取引に関する
資産凍結を強化することとしています。世界のステーブルコイン全体の流通額は、2022年10月時点で21兆円程度とされていますが、このステーブルコインがマネロン等の手段として用いられている実態をどの程度把握しているのかお答えください。さらに、本法案における電子決済手段、いわゆるステーブルコインとは、具体的にどの決済がこれに該当するのかお答えください。そして、ステーブルコインの取引のあり方について、資産凍結者との取引等を資産取引、資本取引として規制するマネロン対策及びテロ資金供与対策など、規制の観点と一般利用の普及を妨げないイノベーションを牽引するための観点を考えた際に、政府としては、ステーブルコインの規制とイノベーションのバランスをどのように考えているのか、所見を伺います。次に、中央銀行のデジタル通貨、いわゆる CBDC、セントラルバンクデジタルカレンシーについて伺います。CBDC は、マネロン対策及びテロ資金供与対策に対して、有効な手段として制度設計することが可能です。現在、オンライン決済における匿名性とマネロン対策及びテロ資金供与対策への対応に不可欠な取引データの追跡可能性については、日本銀行が技術的な観点から調査研究を進めています。また、オフライン決済についても、求められるセキュリティレベルを調整することで、セキュリティと利便性のバランスを確保できると考えます。そこで、財務大臣に伺いますが、プライバシーの保護とマネロン対策、テロ資金共有対策を両立させた CBDC の制度設計は現実的に可能であると考えていますか、見解を伺います。日本銀行における CBDC、デジタル円の発行予定は現時点ではないものの、欧州中央銀行の CBDC、デジタルユーロが最短で2026年頃にも発行される可能性を踏まえて、日本でも少なくとも2026年にはデジタル円を発行できる能力があるかないかについて、判断はできていますかという質問を、日本銀行の黒田東彦総裁に行った際、そう思っているという見解が示されました。この見解は、日本政府においても同様の認識を持っているのか否か、財務大臣の見解を伺います。また、CBDC の概念実証フェーズ2が2023年3月に終える予定ですが、その後、パイロット実験は実施する想定であるのか、ある場合には、どのような内容をどの程度の期間行う想定なのか、見解を伺います。次に、北朝鮮のミサイル発射に関連する問題について伺います。拡散金融について、ファトフは、大量破壊兵器の拡散に対するテロ資金供与を防止するため、対象を特定した経済制裁の実施を各国に求めています。しかし、国際社会が協調して経済制裁を実施している状況下においても、北朝鮮は今年に入ってから31回80発以上のミサイルを発射し、過去最高を更新しています。北朝鮮は多額の暗号資産を違法に取得することを有力な資金調達手段にしているとみられ、警察庁などが北朝鮮のサイバー攻撃グループが日本の暗号資産交換業者を狙ってサイバー攻撃を行っていると発表しました。そこで谷大臣に伺いますが、北朝鮮による脅威を取り除くためには、不法な資金調達を阻止するとともに、制裁違反、回避の事例や司法を踏まえ、経済制裁や法執行機関による措置の実効性確保を図ることが必要と考えますが、政府はどのような具体策を講じていく予定ですか、見解を伺います。そして、国民の安全を守るためには、政府の全国瞬時警報システム、いわゆる J アラートの改善が必要です。11月3日7時50分、北朝鮮によるミサイルの発射をめぐり、J アラートが発令されましたが、ミサイルが日本上空を通過したと見られるとされたのは、発令の2分前、7時48分でした。情報は事前に周知しなければ、被害を最小限に抑えることはできませんので、
迅速性を重視しつつ、必要な地域に確実に伝達され、不要な影響を与えないように改善していただけませんか。また、政府は J アラートのシステム改修を行うとのことですが、スピード感を持って進めるべきです。いつ頃までに何を、どのように改善しようと考えているのか、官房長官、政府の見解をお示しください。以上で質問を終わります。ご清聴誠にありがとうございました。国務大臣、谷公一君。中谷和真議員のご質問にお答えします。まず、マネロン事犯の検挙件数が過去最高を記録したこと等に対する受け止め方と、その対策についてご質問をいただきました。マネーロンダリング対策は、国民生活の安全や平穏や経済活動の健全な発展の観点から、これを国際的な協調の下で推進していくことは重要であると考えているところでございます。ご指摘のとおり、令和3年中のマネーロン事犯の検挙件数は632件と過去最高となっているなど、マネロン対策の重要性はこれまで以上に高まっているものと認識しております。そのため、政府としては、昨年8月、マネロン対策等の関係省庁で構成されるマネロンテロ資金供与拡散金融対策政策会議を設置し、本年5月には、マネロンテロ資金供与拡散金融対策の推進に関する基本方針を策定するなど、関係省庁間で緊密に連携して、精力的にマネロン対策の強化に取り組んでおります。今後も今申し上げた基本方針等に基づき、関係省庁が一体となって、マネロン対策の一層の向上に取り組んでまいります。次に、第5次審査では、通常フォローアップ国を目指す考えを持っているか、また今回の改正法の施行により、通常フォローアップ国に引き上げられる見通しがあるかについてご質問いただきました。ご審議いただくファトフ勧告対応法案は、ファトフから勧告された事項のうち、法改正を要する事項を盛り込んだものです。法律改正を要しない事項についても、政府はマネロン等対策のための政策会議の設置や、行動計画を公表するなど、関係省庁で緊密に連携し、精力的に取り組んでいるところです。これらの取り組みを着実に進め、日本のマネロン対策、マネロン等対策を抜本的に強化することにより、第4次審査のフォローアップにおいて、相応の評価が得られるものと期待するとともに、今後とも政府一丸となって、将来の第5次審査に向けて、マネロン等対策に取り組んでまいります。次に法案成立後のマネロン対策等のための組織体制についてご質問いただきました。マネロン対策等については、法案成立後も引き続き、社会情勢等の変化に応じて、強化を図っていく必要があります。そのため、政府としては、昨年8月、マネロン等対策の関係省庁で構成される政策会議を設置し、本年5月には、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の推進に関する基本方針を策定するなど、関係省庁間で緊密に連携して、精力的にマネロン等対策の強化に取り組んでいるところです。こうした政策会議の枠組みを活用し、政府一丸となってマネロン対策等を推進します。我が国のマネロン対策等に関し、将来的に法律を一本化することについてご質問いただきました。今回改正する法案については、改正の趣旨、目的は一つであり、相互に関連した一つの体系を形作っていると認められることから、一括法としており、本法案によって、
統一性のある形で施策を展開することが可能と考えております。マネロン対策等にあたっては引き続き政府一丸となって取り組んでまいります。 NPO に関する取り組みにより勧告の評価が改善される見通しがあるかについてご質問いただきました。 NPO についてはテロ資金供与に悪用されるリスクについて適切に評価を行い、リスクベースでモニタリングを実施するとともに、高リスク地域で事業を実施する NPO の活動の健全性が維持されるよう、テロ資金供与リスクとテロ資金供与対策の好事例に関する周知を行うこととしております。このような取り組みを着実に進めていることについて、ファトフから相応の評価を得られるよう、関係省庁が一体となって、ファトフに対する適切な説明を尽くしてまいります。NPO の悪用防止についてご質問いただきました。昨年8月のファトフの対日審査報告書において、関連法令の改正は求められていないものの、NPO のリスク評価を実施し、リスクベースアプローチにより、モニタリングを実施すること等が求められたところです。これを受けて、関係府省において、NPO のテロ資金供与リスクに関する文書を取りまとめ、全国の所管庁等へ通知することなどにより、モニタリング等を進めるとともに、テロ資金供与への悪用を防止するための周知資料等を作成し、全国の NPO への注意喚起を行うなどの取り組みを行ったところです。関係府省等においては、引き続きモニタリングを行うとともに、必要に応じて各関係法令等に定める権限を適切に行使することなどにより、NPO に係る対応を進めてまいります。次に、Web3 のエコシステムの健全な発展についてご質問いただきました。政府としては、新たなデジタルサービスを我が国の経済成長につながるべく、骨太の方針やデジタル社会の実現に向けた重点計画において、政府一体となって、Web3 の推進に向けた環境整備に取り組むこととしております。それを受け、本年9月にデジタル庁に Web3 研究会が設置され、Web3 により、実現を目指す経済、産業、社会の姿につき、さらなる検討が行われています。本研究会では、Web3 エコシステムの健全な発展に向けて、例えば、実際に DAO と呼ばれる分散型自立組織を組成し、利用体験を共有しながら、その可能性と課題を把握した上で、必要な対応について議論すべき。エンジニアの育成の観点から、Web3 に関するタイムリーで正確な情報を提供する場を設けるべきといったご意見がありました。こうしたご意見を踏まえ、今後年末までに議論が取りまとめられる予定です。政府としては、本研究会での取りまとめを踏まえながら、技術の進展等に応じ、スピード感を持って Web3 推進に向けた環境整備を進めてまいります。必要な規制を導入する上での事業者負担の増加に関し、事業者側へのサポートの必要性についてご質問いただきました。今般のファトフ勧告対応法案においては、マネロン対策等の強化の観点から必要な規制を導入する上で、暗号資産交換業者に対するトラベルルールの導入など、新たな事業者負担が生じるものが含まれております。そのために、ベンチャー企業等に大きな混乱が生じるものとは承知しておりませんが、事業者負担の状況については、関係省庁と連携して注視してまいります。いわゆるステーブルコインの実態についてご質問いただきました。いわゆるステーブルコインについては、本年6月に成立した改正資金決済法において、電子決済手段等として規定され、その仲介業者に対して規制が導入されることになりますが、現時点で同法は未施行であり、登録等を受けて取り扱う国内事業者は存在しないことから、
マネロン等の対策として、マネロン等の手段としては、手段として利用されている実態に関する公的な統計等は存在していません。いわゆるスティーブコインの取引についてご質問いただきました。いわゆるスティーブルコインに関しては、本年6月に成立した改正資金決済法において、いわゆるスティーブルコインのうち、法定通貨の価値と連動した価格、例えば1コイン1円のように発行され、発行価格と同額で償還することを略するものと、電子決済手段等として規制対象としています。こうしたものは、銀行、資金移動業者等が発行する既存のデジタルマネーと同様に、送金、決済手段として社会で幅広く使用されることが想定されます。今般の法律案では、電子決済手段に関する取引を資本取引とみなす旨規定し、当該取引に際して、主務大臣の許可を受ける義務を課すことができるようにすることにより、制裁対象者から第三者へ電子決済手段を移転する取引も規制対象に追加し、銀行等や暗号資産交換業者と同様に、電子決済手段を取り扱う、業者に対しても、制裁対象者にかかる移転でないことを事前に確認する義務を課すこととしています。最後に、北朝鮮による不法な資金調達の阻止や、経済制裁や法執行機関による措置の実効性確保についてご質問いただきました。北朝鮮による不法な資金調達を阻止し、経済制裁や法執行機関による制裁措置の実効性を確保していくことは、我が国にとって喫緊の課題です。こうした認識のもと、ご審議いただいているファトフ勧告対応法案においては、スティーブルコインに対する資産凍結を強化するとともに、暗号資産交換業者等に対し、資産凍結の実効性確保のため、必要な体制を確保する義務を課すこととしております。また、暗号資産取引の追跡可能性を高める観点から、暗号資産交換業者に対し、暗号資産の移転にかかる通知義務を課すこととしております。引き続き、北朝鮮の不法な資金調達活動の抑止等に努めてまいります。国務大臣、鈴木俊一君。中谷一馬議員のご質問にお答えを申し上げます。まず、暗号資産に関する法人税制のあり方についてお尋ねがありました。暗号資産については、期末の時価評価による現行の取り扱いについて、Web3 推進に向けた環境整備を図る観点から、令和5年度税制改正の要望をいただいていると承知をいたしております。現行の取り扱いを変える場合には、暗号資産の会計上や実務上の取り扱いを念頭において議論する必要があり、今後、与党税制調査会等の場でのご議論を踏まえて、適切に対応をしてまいりたいと思っております。次に、いわゆるステーブルコインの取引の規制とイノベーションのバランスについてお尋ねがありました。ステーブルコインについては、幅広い分野において、一般に利用される送金・決済手段となる潜在的な可能性が指摘される一方、マネロン・テロ資金供与対策をはじめ、利用者保護上の課題が指摘されるものもあると承知をいたしております。金融庁としては、事業者において適切な利用者保護が図られながら、健全な競争により、金融イノベーションが生み出されていくことが重要と考えており、ステーブルコインの取引の規制にあたっては、その両立が図られるよう配慮してまいります。最後に、CBDC の制度設計等に関してお尋ねがありました。CBDC につきましては、欧州や
米国と世界各国で調査検討が進められているものと承知をしており、我が国としても社会経済のデジタル化の流れの中で当然検討を進めていくべきものと考えております。その上で CBDC の在り方につきましては、多岐にわたる制度面や法律面の論点の検討が必要と考えており、ご指摘のプライバシーの保護、マネーロンダリングへの対応は今後の制度設計における課題として両立に向けた検討を行うことが重要であると考えております。またご指摘の黒田総裁のご発言は、概念実証を進める日本銀行として技術的な実現可能性の検証に関する一つの考え方を示されたものと承知しておりますが、財務省としては引き続き日本銀行とも連携しつつ、技術的な検証に加えて制度面や法律面の検討を進めていく必要があると考えております。さらにお尋ねのパイロット実験につきましては、日本銀行の取り組み方針等において概念実証を経てさらに必要と判断されれば視野に入れて検討するものとされており、その実施の有無や時期につきましては日本銀行において適切に判断されるものと考えております。国務大臣松野博一君。J アラートについてお尋ねがありました。 J アラートの運用あり方については、送信時間を一層早めることなどについてさまざまなご意見もいただいていることも踏まえ、関係省庁が連携しシステム改修も含めた改善策を検討しております。具体的な改善策の内容や実施時期等については現時点確定しておりませんが、速やかに検討を進めてまいります。岩谷良